こんにちは、ようこです、今日は筋トレ、ダンベルを使った筋トレの3種目のサーキットをやってみたいと思います。まあ、10回とか15回とか20回ぐらいのを1種目でやって、でそれを3種目繰り返して、まあ、くたばるまでやるっていう感じです。ですね、種目は、ダンベルなんだっけ、ダンベルプルオーバーっていうやつで、まあ、まずこれ、ですね、1.25 キロだから、2.5 で、まあ、5キロとこのバーを合わせた、まあ、5、6、6キロぐらい、6キロぐらいのダンベルかな。これをまあ、後ろで持ち上げて、この辺のデコルテの筋肉とか、まあ、肩周りとかに効く感じのやつと、あとは、腹筋なんですけど、まあ、足上げをする腹筋なんですけど、まあ、こういう感じで、これ何キロかちょっと忘れちゃったんですけど、足首にアンクルにダンベルをつけて、足上げ腹筋をやります。まあ、多分1キロぐらいだったと思うんですけど、まあ、片足1キロで足上げ腹筋をやります。でもう一個ランジですね。まあ、片足ずつのスクワットみたいな感じで、これ2つ持ちながら、スクワットやっていきます。じゃあプルオーバー、ランジ、腹筋の順でやります。
してない。もう無理、もう終わり終わり